トラストチェバジムです。皆さん頑張っとくか。今日は障害学習課から夏の設計行事についてご案内いたします。8月20日から26日の間、日本で留学しとる若い留学生の大勢が飲みにたんと集まるんや。そんで楽しいイベントや日本の文化に接触するんや。皆さんにお願いしたいのはホームステイの受け入れや、3泊4日家族の一員として受け入れてくださる方を募集しとるんや。いやー、うち英語できんし、別の部屋用意できんし、というご心配は全くいらん。留学生なら日本語大体できるし、部屋の片隅に布団を敷いとったら十分や。それより大事なのはコミュニケーションや。留学生には普通の観光ツアーでできん、お金で買えん、すっげー体験になるし、受け入れてくださる方には身近な気軽な国際交流になるんや。そして、のみでは、のみ市ならではのプログラムも用意しておりますので、私も楽しみにしております。在住の外国人の少ないのみ市にはこれはいいチャンスだと思いますので、皆さんもぜひやってみてもらえんか。申し込みは障害学習課まで待ってます。さかい。